チビアシナガバチの新しい巣ですね。間違いなく同じ種類だと思うんだけど、今飛んでいったのが多分子だと思います。でこれが親だと思うんですけど、目が黒いんですよね。で先ほど飛んでったやつは目が黄色い、色もちょっと黄色っぽいのかな。さっき飛んでったやつはこっちの方がちょっと濃い、多分こちらが女王なんだと思います。さっきから飛ばないんですね、この人は。中には新しい卵が。幼虫はまだ帰ってないのかな。これが幼虫かな。これが幼虫だ。あれが幼虫ですね。でちょっと娘っぽいのが帰ってきたので一度解放します。お母さんが子育てをして娘が狩りに出かけると、そんな絵なんだと思います。もうちょっと離れます帰ってこないね。帰ってきた。隣の葉っぱにいます。帰ってきたね。まだ警戒してるの。隣の葉っぱにいます。ここにいます。この子がこの子家の近くに帰って。違う蜂なのかな。本当に戻らない。カメラが嫌いなのかな。この子です。戻りました。
見ての通り別種なのかな、こっちとこっちの隣の巣の女王さん、彼女がお母さんで家を守って、この娘がじゃないのかな、不思議な関係。あ、これ幼虫かな。そんな感じ違うかな。さてどうでしょう、知恵を拝借。子が悪いって感じでもないしな。顔は目が黒いから優しい感じはするんだけど。羽あったかな。羽あるね。ほんでこっちにも行く。別に嫌がるわけでもない。不思議。2週間ぐらいしたら巣がもうちょっと大きくなってるかな。また見に行きます。